RCIS の卒業生で現在カウンセラーをしております千春と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、私は2009年の9月に、ワーホリで最初にカナダへ渡航しまして、で実は、6校の語学学校に通ったんですね。でそのうちの一つがこの学校で、6校の中でも本当に印象に残っているのがそのプログラムの質の良さと、あの先生の、フレンドリーで本当にアットホームな学校だったのがこの学校で、今あのカウンセラーをさせてもらっていて、本当にあの楽しい日々を送らせていただいております。2009年にあのトロントで留学して、その1年っていうのは本当に毎日刺激的で、今振り返ってもその1年は本当に一番大事で、その後の本当人生に影響のあった1年だったと思っていて、であの、まあ、日本からトロントに留学する方がいらっしゃる時はやっぱりその自分と同じような経験、もしくは本当にそれ以上 の, あの経験を積んでいただきたいと思っているので、来ていただいた際は全力でサポートさせていただきたいと思っております。はい、はい、ありがとうございます。はい、